平野さん、はい、今安保法制、これどうなっていくのか、うん、まあ、安倍総理はどうしてもこの国会で成立させたいと、ね、うん、この夏にという思いなんでしょうけれども、その安保法制なんで必要なのかという話になると、はい、よく言われるのは法人の安心安全のためだと、法人をいざという時にこう海外のどこかから救出してくるためにも、うん、切れ目のない安保法制が必要だというような話があるわけですけども、うん、じゃあ法人を救出するって実際にはどういうことなのか、うん、救出される側に立ったら本当のところが見えてくるはずということで、今日の特集テーマは、はい、元人質に聞く、うん、自衛隊は救出できるのかでございます。今日はお二人のお客様に話を伺おうと思います、はい、お二人とも人質になった、本当にはもう危ない目にあった、そうですね、貴重な経験された、はい、まあ、本当に命を本当失う寸前だったお二人ですよね。そうですね、うん、そんなお二人に、まあ、体験からいろいろと語っていただこうと思っております。まずこのスタジオにお越しいただいたのはジャーナリストの常岡浩介さんです。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてもう一方は電話で参加していただきます、イラク支援ボランティアの高藤直子さんです。高藤さん、はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず常岡さん、高藤さん、それぞれいつどこで捕まったのか、はい、まあ、皆さんが あの時だったなという事件をこう思い出せる最初の部分のところを教えていただけますか。僕の場合何度もあちこちで捕まってるんですけど。何度もですよね、はい、何回ぐらいに捕まったの。報道されたのが4回になると思います。報道されただけで4回ということは他にも、そうですね、しょっちゅうそのどこか行って、現場の、警察ですとかに30分拘束されるなんてことはよくあるんですよね。で、主なものでは、2010年にアフガニスタンで、はい、5ヶ月間、拘束されていた、誘拐されていた事件ですね、うんうん、5ヶ月ですよね、はい、その時のいろいろな体験、はい、本当に怖い思いなさったんでしょうけど、また後ほど具体的に教えてください。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして高藤さんはイラクでのあの出来事、高藤さん、はい、はい、あれはいつどこの話から始まったんでしたっけ。2004年の、はい、4月ですね。でイラクの、西部ファルージャ、ファルージャでしたね。今イスラム国とかで、まあ、よくニュースに出てきますけども、はい、うん、そこで、9日間ですね、地元の武装勢力に、拘束されて9日間で解放となりました。うん、高藤さんも本当に大変な思いなさっていると思います。その後もイラク支援をずっと続けていらっしゃるわけですけども、今日は常岡さんと高藤さん、はい、いろんな体験談どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、元人質に聞く、自衛隊は救出できるのかというテーマで伺っていきます。どうか皆様もですね、このお二人へのご質問、ファックスやメールでお寄せいただきたいと思います。いつものところでお待ちしております。報道するラジオ、今週の特集テーマ、元人質に聞く、自衛隊は救出できるのか。今日のお客様はジャーナリストの常岡浩介さん、そしてイラク支援ボランティアの高藤直子さんです。常岡さん、はい、まずお二人の拘束された体験から伺っていきたいんですけど、先ほど、まあ、報道されただけで4回拘束、その他にもいろんなことがあってで、アフガンで5ヶ月っていう長期だったんですよね、はい、あれは誰にどんな形で拉致されたんですか。報道でタリバンに誘拐されていたとよく報道されちゃったんですけれども、ね、はい、実際には地元のですね、政府系の組織、地元では警察として機能しているグループが腐敗して暴走したような、そんな状態の、グループだったですね。なんでタリバンというふうに報道されたんですか。これはアフガニスタンの政府がですね、はい、犯人はタリバンと断定というふうに報道発表してたもんですから、それから日本政府に対しても犯人はタリバンと情報をまあ、偽情報なんですけども、アフガニスタンの政府が、はい、そんなもんなんですか。吹き込み続けていた、はい、つまり時、まあ、タリバンが一番の、まあ、
悪い存在というか、もちろんそのいろいろなことあるわけですけども、そのアフガン政府にとっては敵だったわけですね。アフガン政府にとっては敵だったわけですね。そこがやったんだという、はい、それぐらいまで情報というのは取りにくい、正式なところ正確なことをやっぱり日本政府取りにくいとも言えるんですか。日本政府がその時に取捨選択していた情報っていうのがありまして、はあはあ、アフガン政府からもらっていた情報を優先してたわけです、うん、で他に、政府ではない、ごめんなさい、タリバンではないという情報は実は、いっぱいありましたし、私自身も、うん、日本政府といいますか日本大使館にですね電話で、うん、犯人はタリバンではありませんと、政府のグループですということを伝えていたんですけれども、うん、私の情報は、価値がないとされたようですね。あ、そうですか。常岡さんの話は聞いてもらえなかったと感じてらっしゃる、はい、これ具体的にどんな風にして、はい、連れ去られたんですか、常岡さんは。本物のタリバンの取材を私はしておりまして、そのタリバンの取材が終わったところで、タリバンの支配地域から、政府側の支配地域に戻ったところで、政府側の、検問をやってたグループに、検問で引っかかった形になりまして、車に乗ってて、はい、そうです、検問で、はい、ちょっと待てと言われて、はい、でそっからでどうも犯人グループのは最初はですね誘拐するつもりなかったみたいですね、うん、単に検問やっていたら、タリバン側から外国人がやってきた、こいつはアルカイダじゃないのかと言って捕まえてみたら、ジャーナリストだったけれども、そこでどうも悪乗りすることにしてしまったようですね、うん、なんか身代金、はい、100万ドル高の身代金を日本大使館に要求していたようですね、うん、あー結局お金目当てだった、途中から、お金目当てになったみたいですね。最初はどうしようかというふうなことで、検討してたようですね。でもその検問のところからですよ、はい、検問って他の人だって普通のいろんな一般車両入るわけでしょ、そこからその拉致されるって言ったらどういう出来事が起こるんですか、うん、高速状態でやっぱりかなり身の危うさっていうものは、例えば銃を突きつけられたとか、ナイフとか、銃を突きつけられたんですが、うん、その時は、私に銃を突きつけてるのが、政府側の、民兵で、警察として働いてるグループだということがこちらの方では分かってたもんですから、うん、こちらの方はこの人たちはいわゆる武装勢力じゃなくて、政府側だから大丈夫って私の方も思ってしまいましたですね。で、司令官はこういう人間で、今から司令官に連絡をするから、その人は私も知ってるから大丈夫みたいな感じで普通に会話をしてたんですよ。私の方は、パスポートを見せて、私はアルカイダではありませんと、日本のジャーナリストですと、はい、ちゃんと紹介してもらえば身元が明らかになるはずだからもう大丈夫というつもりで、いたところ、いつまで経っても私を返さない、で、時間が経って、日本大使館に脅迫電話をかけ始めた時に、この人たちはもう完全に腐敗してるんだなと分かったということですね。兵士に銃を向けられたって簡単に今あっさりおっしゃいましたけど、はい、大変なことですよ。まあそうですね、はあ、銃を向けられて、はい、例えばどっかに移動させられるわけでしょ、はい、その時に目隠しさせられるとか、はい、どういう状況で運ばれるんですか。目隠しをされて、車に乗せられました。やっぱり目隠し無理やりこうさせられるんですか、はい、で手が自由だったらその目隠し取ればいいじゃないですか。手も縛られましたですね。手も後ろ手に、後ろ手に縛られるんですか、はい、はあ、そして目隠しもされて、はい、じゃあもう全く自分が今どこにいるか、あるいは相手がどういう状況か見えない、音は聞こえてますんですね、まあまあ音だけですよね。車で、で今右に曲がったようだなとかですね、そんな風な状況を頭の中で、でもそれだったらもう何キロか走るんですか、走ったと思われます、どうなんですか、遠いところに連れて行ったんですか。せいぜい15分しか走れなかったので、捕まった場所からそれほど離れてないなとかですね。でも15分でもね、うん、後ろ手に縛られて目隠しされたらもう全くもって自分が今どうなってるかなんて、そうですね、はい、その時の気持ちというのはどうなんですか。いや、その時は相手が、警察組織だとこちらが分かってたもんですから、逆に、危機感を持つことができてなかったんですよ。ちゃんと自分の身元が分かれば大丈夫だろうと、はい、はあ、それがむしろ本当はもっと危ないと思うべきだったんでしょうけれども、相手
ってのがけあの警察組織だというのを逆に信用しすぎたと思いますね。15分ほど、うん、まあ、目隠しされて連れて行かれたところはどういうとこ、あるいはどういう応対というかどういう状況で車から降りさせられたんですか。目隠しをしたままあの体を支えられての状態でこちらに歩きなさいという形で、連れて行かれて座りなさい、そこで目隠しを取ったら、どこかの民家の、あの客間 でしたね。あのまるで映画みたいですよね。そうですね、そうですね。120万ドルというその要求というのは当然ご自身は分からないんでしょ。100万ドルどこか聞いておりました。100万ドルは、はい、いや、ま、これは犯人グループから聞いておりました。聞いた、もうあの、はい、やり取り会話のやり取りはあったんですか。具体的にあの彼らは最初のうちはですね、うん、私を誘拐した意識が彼ら自身にもなかったもんですから、うん、あの今司令官がそのうちに連絡をくれるはずだからみたいな感じで普通に会話をしておりまして、自分たちはこういう組織でいつもこういうことをやっているんだよみたいな日常会話もやっておりまして、で途中から誘拐するということになった後で本当のことを言わなくなりまして、でそれでもあの日本政府には100万ドルを要求しているっていう話は犯人グループから聞こえてきましたしですね、まあ、常岡さんの場合はこのような形で検問所から連れ去られてしまった、はい、あのもうお一人の今日ゲストイラク支援ボランティアの高藤さんはどのようなところで、ね、こういう目に遭われたのか。高藤さん、はい、高藤さんはその日どういう行動をしてらしてどういうところから拘束されたんでしょう。はい、あの時は2004年の4月は、はい、前の年からあのイラクであの活動を始めていたので、うん、この時は4回目の入国だったんですけども、あの車で、まあ、バグダッドに向かっていたんです。ガソリンスタンドで、はい、給油待ちの行列があって、でそこで一人覆面したあの大きい武器を肩に担いだ人がバーッとこう走り寄ってきて、うん、で運転手に、こいつら何人だみたいなことを聞いたんですね、うん、でアラビア語だったんですけど、日本人かどうかっていうその単語は分かったので、うん、他の二人に、ね、日本人かどうか聞何人か聞いてるって言って、うん、でドライバーが日本人だけどって言ったら急になんかこうわーってなって、それでドライバーが降りてその武装した人を、まあ、抱きしめるような感じでハグして、うん、なだめて落ち着けみたいな感じで言ってたんですけれども、はい、そうしてるうちにその私たちが日本人だっていうのを、まあ、その騒ぎを聞きつけたガソリン待ちをしてる一般の人たちがわらわら集まってきて、でまず一般の人たちに私たちの車が囲まれて、一般の人たちが囲んだんですか。最初囲まれて、はいはい、もちろんその人たちは武器は持ってないんですけども、うん、日本は良くないっていうふうにアラビア語でこう怒鳴られ始めたんですね、うんうん、でそれまでやっぱりそのイラクは親日国でしたから、うん、そんなに大勢の人たちに日本が良くないというふうにわーって言われることってのはなかったので、うん、一人の男性なんかはその私の方をポッとにカッとにらみつけて首をかき切るようなサインとかをしてきたっていうのもあったんですね。日本は良くないというふうに、うん、その一般の人たちが言い出した、うん、わーわー言い出した。これは何をもって日本は良くないっていうふうに言ったんですか、うん、その時に2004年の4月にアメリカ軍がそのファルーゼに対する総攻撃を仕掛けているっていう時だったんですね、はい、でその時に結局そのまず一般の人たちにそうやって言われたのが日本良くないなぜだみたいなことを最初に言われるんですよ、うん、なぜだ、うん、でその要するにこう文脈はね、要するになぜそのに日本はアメリカ軍の支援をするのかと、アメリカ軍がこんなにファルーゼに対してひどいことをしているのになぜ日本は米軍の、支援をするのかということをすごく怒鳴られたんですね、はい、でつまりそれはその数ヶ月前に自衛隊がそのイラクに派遣されてその姿をテレビやなんかで多くの人たちがそれを見ているっていう、でそれがやっぱりその
もともとイラクどこに行っても日本は平和の国だっていうふうに言われまくっていたので、はい、まあサマーの人たちもそうですけれども、まあイラクどこの町に行っても、まあ、結構多くの人たちが日本に軍隊はないって聞いてるからって、日本に軍はないんでしょうみたいな感じで言うぐらいの、その、まあ、なんていうんですかね、美しき誤解といいますか、そういう感じがあったので、そのファルージャ総攻撃の数ヶ月前にテレビで見た、その要するに迷彩服を着てその大量の武器を持ってきたその日本人の姿に非常に多くの人たちがショックを受け、でさらにそのアメリカ軍の、まあ、標的となっているファルージャの人々にとっては、なぜそのアメリカの要するに、支援というか軍事支援で来るのかということを怒鳴ってきたんですね。それが最初です。で、一般の人たちの中にものすごく怒りがもうすでに充満していたんですね。それはそうですね、結構急激来たなっていう感じがあって、はい、でその囲まれてるうちに、しばらくするとその最初に武装した人が来てた人が仲間を連れてきて、それで私たち車から降ろされて、でドライバーが一生懸命そのなんとかなだめようとして私たちを助けようとしてくれたんですけれども、結局その、まあ、武器というか銃とか手榴弾とか突きつけられて、で引っ張られて別の車に乗せられるんですけど、その後しばらくするとやっぱり目隠しをされて手を縛られて、で私らの場合は結構何箇所もたらい回しが多くて、結構それは3日間ぐらい落ち着きませんでしたね。3日間あちこちへ、はい、車を変えて降りてまた車に乗ってっていうことですか。車変わってたかどうかわからない、目隠ししたので、じゃあずっと目隠しされて手を縛られた形で3日間、はい、であちこちその車を降ろされるんですけども、はい、やっぱり目隠しされたままなので、そのままの状態で尋問ですね。要するにスパイなのかと、お前らはその日本の軍のスパイなのか日本政府のスパイなのかみたいな感じで何度も何度も繰り返し同じ質問をあちこちでこうされるというような感じですかね。高藤さんはだけど病院のボランティアっていうのをずっと続けておられて、はい、そのことをちゃんと主張されたんでしょう。あ、もちろんです、それはもう分かってもらえないんですか。それを要するに繰り返し繰り返し続けるしかないんですね。で、場所が変わって多分人も変わって、で同じ質問されてっていうのを繰り返して、で私たちが何の目的でそれぞれ来ていたかと、で特に私はイラクに初めて入った時からずっとファルージャ総合病院に通っていたので、かなりその初期段階からその市民の人たちが米軍にその、まあ、殺傷されてるっていうのをいろいろ見てましたので、そのことをすごくこう伝えて、敵ではないんだっていうことをこう言いました。それで一人一人というか一回一回納得してもらうっていうか、それの繰り返しでしたね。高藤さんは3日間いろいろなところへ行かされて、そして、一つのところで拘束されたわけですか。どういう場所でどのような状況で拘束されたんでしょう。最初はなんか解放するみたいな感じでいたんですけども、行けども行けども、いや距離的に言ってそのファルージャとバグダッドって60キロぐらいなんですけど、はい、途中にはその検問所もあるはずで、検問所というか、なんていうんですか、行けども行けどもなんかこうずっと走り続けてて、バグダッドに着く様子がないというか、それで、目隠しを取ってもいいって言われたので、目隠しを取ってパッてこう窓を見たら、なんか砂漠しかないっていうか何にも建物のないようなところを走っていて、これはもう騙されたと思って、どこに向かってんのっていう、で結局その日から、結局そうですね、5、6日5日か6日間ぐらいは軟禁状態でしたかね。その武装勢力からどんな扱いを受けていたんですか。やっぱり、結構なんていうんですかね、手荒というか、特にその今井君と郡山君の他の男性2人なんかはすごく隣で、すぐ隣に、いたんですけど、もうボコボコ頭叩かれてましたし、私も頭をガーッとこう押さえつけられたり蹴られたりとか、
そういうことありましたし、なんかこうぐっとその車で移動中、要するになんていうんですか、こう下にこう なんていうんですかね、ぐっと体を曲げて、うん、あの上体をこう曲げる状態でずっと移動させられてたんですよね。で、そのあまりにもずっとその状況が続くから、あちこち足とかが痛くなって動くと、ボンってこう叩かれたりとか。叩かれたり。うん。でも私よりも多分男性2人の方が結構やってる音が聞こえました。でもやっぱりこう、うん、命の危険というのはもちろん感じられたでしょうね。そうですね、あの映像で流された日本で一部、あの日本では流れなかったようなんですけど、ええ、結構あれはもう本当にダメだなっていうか、もうあこういう形で死ぬっていうか、まあ捕まる時にも、あこれでそのガソリンスタンドごと吹っ飛ぶのかなとか、もういろんなこと考えましたね。ガソリンスタンドごと吹っ飛ぶのかなと思われたら、うん、どういう状況が起こった時ですか？なんかよくやっぱりその以前にもうあの近くでその爆弾事件とかが何件か、あの近くでこう遭遇したりとかしてて、で、あこのままちょっとなんかこう自爆とかされたらこれはもう吹っ飛ぶなとか、そういうふうに思ったり、あとやっぱり目隠し状態のまま首になんかこう当てられてましたから、あこのまま首切られるのかなっていう、まあいろんなそんな例、なんかよくいろんなことを思いました。そうですよね。じゃあ、まあ、再び常岡さんに伺いますけど、はい、常岡さんはその結局5ヶ月ほどの拘束ですよね、はい、どのようにしてじゃあ解放されたのか、誰がどうやって解放できたのか、これどうだったんですか？結局ですね、日本大使館が非常に、この毅然とした態度で、1円たりとも払わないといいますか、全く譲歩しなかった、で、犯人グループが諦めたということですね。で、最後の連絡では犯人グループは日本大使館の方に向かってですね、こっちは食費だってかかってるんだぞなんてことを言って、大使館の方はみんなで聞いて笑ってたそうなんですけども、で、ラマダンといって断食の月がありますけど、そのお祭りの期間でもあるんですね、うんうん、お祭りの、ボーナスという名目で、僕を、解放するということになったということになってるんですけども、うんうん、実際のところは彼らは諦めたというのが現地だったですね、うんうん、まあ、結局お金にならないから持て余したと。そうですね、うん、だけどそれこそ途中でその命を奪われるんじゃないかというような時はなかったんですか？ですね、6月だったかに地元の農民の男性が血まみれの姿で、僕が閉じ込められていた部屋に放り込まれて、うん、で2日後に、連れ去られてしまったんですよね。血まみれの農民？はい、うん、はい、で、何事だと兵士たちに聞いたところ、彼はスパイであると、うん、衛星電話を使って自分たちの、居所を政府に伝えていたと、うん、で、処刑するってなことを言ってましたので、うん、彼は処刑されたんだろうと思うんですよね、うん、で彼が処刑連れ去られて、どうやら処刑されたと分かった時は、次は俺の番なのかっていうふうにやっぱり思いましたですね、うん、高藤さん、はい、高藤さんの場合は、はい、どのような形で解放されたんでしょう？まあ、自分たちはまあ自分たちで、その要するに自分たちのことを説明するというのはまあできるだけのことはやったと思うんですが、まあ後から爆弾頭とか、それからまあバスラーとかサマワとか、いろんなところのイラク人たちが結構動いてくれたっていうのも聞きました。イラクの人たちが動いてくれた、はいはい、で日本でも多くの人たちがこう、まあ、救出にこう、動いてくださったっていうのもから聞いたんですけども、イラクの国内でもその一緒にその支援活動をしていた通訳さんとか、それからそのボランティアさんとか、そういうこう、まあ、人たちが例えばその新聞に活動の時の写真とかを、ストリートチルドレンの時の支援をしている写真とか、そういったものをこう載せて、はい、なんていうんですか、こう救出をアピールしたりとか、それからその、そういう
何人かこうやってくれたり、それからその要するに誘拐犯に対して、はい、その誘拐犯の目に届くようにって言って、その、3人を誘拐している人たちをと、その人たちはイラクの人々のために働いている人たちだから解放してくれみたいなビラを作って、それをなんか、まあ、千枚だかなんかこう要するにハルーザの近郊で目につくようにっていう風に巻いてくれたっていうのも聞きました。それから一番大きく影響したと思われているのがその、イスラム法学者協会でしたか、あの、はい、クベイシ氏が、まあ、宗教令みたいなのを出してくださったと。でここのクベイシ氏のところにやはり私 の、 そのイラクの友人たちが、救出を願う、要するに嘆願書とか、それから直接面会に行ったりっていうのがあったようで、それでクベイシ氏がそれによってその、まあ、宗教令というかことを声明を出したみたいなことを聞きました。で後に何年5年ぐらい経ってからクベイシ氏にヨルダンでお会いする機会があって、はい、でまあ当時のことを、まあ、お礼も言って、で細かくどういうことがあったのかとかいろいろ聞きまして、結構 2,3 時間、まあ、2人で喋ったんですが、最後にクベイシさんがなぜ日本政府はコンタクトしてこなかったのかっていうふうに聞いてきたんですよね。で私はもちろんいやそれは私は囚われの身だったのでよく分かりませんっていうふうに言ったんですが、クベイシ氏としてはその連日自分自身がテレビに出ていたし、日本政府からの要するにコンタクトを待っていたけれども、来なかったということらしいんですね。で、私はちょっと答えようもなかったんですけども、まあ、そういうことだったようです。なぜ日本政府は来なかったのかっておっしゃった宗教指導者、実は名もないイラクの人たちがね、はい、いろいろ動かれたんですね。やっぱり日頃の活動の理解があったんですよね。地元の人たち浸透してたんですね。先ほど の、 辻岡さんがおっしゃってたのと似ていて、日本政府がコンタクトを取っていた、そのルートっていうのがやっぱちょっと違った、でクベイシ氏とは違 う、 なんかこうルートにコンタクトを取っていて、そちらの情報を良しとしたのではないかなと。なるほど、分かりませんけれども、そういうことなのかなというふうに思います。今日は元人質に聞く自衛隊は救出できるのかと題してお送りしております。コマーシャルを挟んで続けます。報道するラジオ、今週の特集テーマは元人質に聞く自衛隊は救出できるのか。今日はジャーナリストの常岡浩介さん、そしてイラク支援ボランティアの高藤直子さんとお話をさせていただいております。今高藤さんがおっしゃっておりましたイラクファルージャで拘束されていた時に宗教指導者のクベイシ、という宗教指導者が日本政府はなんで来なかったんだろうと思わず、まあ、後でおっしゃったという話でしたが、常岡さんがこれについてはご存知のところがあると。僕もクベイシ氏にお会いして話聞いたんですけど、やはり日本政府からの連絡は一切なかったということを言ってまして、で日本政府はクベイシ氏 の、 イラク聖職者協会がですね、基本的には反米組織なんですよね。で、連絡を取らなかったんであろうと。で、部族グループに連絡を取って、そこから犯人グループに連絡がつけられないかということを試みてたようですが、最後まで犯人グループには日本政府は連絡がつけられなかった。今回の後藤さん湯川さんの事件とちょっと似てますよね。最後まで連絡つけられなかった。しかも今回も、部族グループを通してってことを試みてたようですね。なるほど。ここでですね、まあ、今日のテーマである自衛隊は救出できるのか、この安全法制を、まあ、これからどうしていくのかというところの安保法制の内容の非常に大切なところの邦人救出、はい、ね、安倍総理は邦人救出について、このように記者会見で語っております。そちらをお聞きいただきましょう。例えば PKO について、仮設警護ができるということはですね、近傍で活動している地域の例えば子どもたちの健康のためにですね、医療活動のために、従事をしている日本の NGO の人たちがいて、その人たちに危険が迫ってですね、自衛隊の皆さんに、
救援に来てもらいたいと頼まれて、しっかりとした装備をしている自衛隊員の皆さんが救助に行けなくていいんでしょうか。そういう訓練をしている、まさに自衛隊員というのは、自衛隊の皆さんは日頃から日本人の命、幸せな暮らしを守る、この任務のために苦しい訓練も積んでいるわけであります。安倍総理の声を聞いていただきました。イラク支援ボランティアの高藤さん、はい、今の安倍総理の声をお聞きになってどうお感じになるか伺いたいんですけども、今の話の中には医療活動のために従事している日本の NGO の人たちがいて、はい、その人たちに危険が迫った時に自衛隊に助けに来てもらいたいと頼まれて、で救助に行けない自衛隊でいいのかという、そういう内容がありましたね。はい、高藤さんの場合はまさにこうしたこうボランティアとして医療のお仕事をなさってるわけですけど、これどんなふうにお聞きになりますか。はい、実際私ファルージャの病院の中にこう寝泊まりして、で、まあ、一日中その病院の中に行って活動したりとかするわけなんですけども、そこが例えばそのいろんなそういう、なんていうんですかね、治安の悪化というか戦闘というかそういう状況になった時ってやっぱりいろんなその怪我人が運ばれてきたりとかってすごく混乱してるんですよね。でやっぱり私もそういうのに何回か遭遇していて、でそういうところにやっぱりその武装した人が入ってくるとやっぱりすごく病院の方も困るというか、それはすごくありますね。で、ファルージャの場合は今現在政府軍とかそのがその空爆したりっていうのが重なっていて本当にぐちゃぐちゃなんですけども、そうじゃないとしてもやっぱり医療活動してるところにその武装した人たちがこうガーって入ってきちゃうっていうのはちょっとこう逆にこうリスクが高まるというか、そういう感じがしますね。ジャーナリストの常岡さんはいかがですか。はい、他の国で、軍隊が自国民を戦場から救出しているのかどうかで考えたらいいと思うんですが、例えばつい最近イエメンで戦争始まりましたけども、中国軍がやってきて、中国の国民を救出していったんですよね。その際に日本人も一人救出されたっていう話なんですよね。これってのは集団的自衛権と関係ないんですよ。全然そのなんかの、他の同盟国が攻撃されたのを助ける同盟関係があってなんてと全く関係がないケースですね。で、集団的自衛権の行使の活動の中で、邦人の救出って言いますか、そういったものを、よその国がやってるかと言いますと、例えば、アフガニスタン、あるいは、これイエメンでもありましたけれども、拘束されている、人質をアメリカ軍が救出しようとしたっていうケースが何件もありましたけれども、ほとんど殺されてるんですよ。人質になった人が殺されてるんですか。はい、去年も確かアメリカのジャーナリスト2人が、はい、救出しようと米軍が行こうとしたけどうまくいかなかったんですよね。そうですね、はい、殺されましたよね。はい、そのアメリカでさえ そんなにね、有効な手を打てないのに日本の自衛隊がそれをやれるのかという疑問もあるんですけど、ですね、アメリカが失敗しているケースというのはかなり分かってまして、例えばこの、部屋に人質がいるということが分かってなくてその部屋に、手榴弾を投げ込んでしまって人質を逆に殺してしまったとかですね、あるいは助けようと思っていた人質の他にも人質がいることを知らずに踏み込んでしまってその人も殺されてしまったとかですね、情報インテリジェンスが足りてないんですよ、毎回、そういうことがしっかり分かっていれば避けられたかもしれないようなケースが多い。でアメリカは基本昔からそのインテリジェンス能力の中でヒューミント能力が低いなんてこと言われるんですけども、これは対人諜報能力とか言い方されますね。日本はもともとインテリジェンス機関がないと言われてますけども、民間の、ヒューミント能力は非常に高いとも言われてます。例えばアフガニスタンで言いますと、ずっと医療活動をしているペシャワル会というグループがあって、はい、もうアフガニスタンの、グループ武装組織の人の顔の一つ一つまでみんな知っているような状態になっている。で、イラクでいうとまさに高藤さんです。あの人はファルージャのどこまでも知っている。で、イスラム国でいうと、中田先生と僕は、
現地の司令官ともつながっていた、うん、で実際に湯川さんを助けられる手はずまで整えていたけれども逆に政府から、まあ、警察からですけど妨害されてしまったということになりまして、うん、あの民間のヒューミント能力をちゃんと活かせれば、むしろ自衛隊が動くまでもなく、過去に日本人の人質って高藤さんは自分の努力で、うん、あれはほとんどあの本人 の, あの努力が認められて解放されたというケースでしたし、はい、僕自身も無傷で帰ってきてますし、うん、あの身代金も何も払わずに帰ってきてるケースが異常にたくさんあるんですよ、うんうん、高藤さんあの、はい、ラジオを聞いてらっしゃるリスナーの方から質問で月見団子さんというラジオネームの方はねあの、はい、海外で拘束された時に誰に助けてもらいたいと思いましたその時に自衛隊の存在は思い浮かびましたかって聞いてらっしゃるんですいかがですかあの正直あの誰に助けてほしいっていうことは考えられなかったですねそういう考えも浮かばなかったですね、うん、その時その時の、どうしたらっていうか自衛隊についてはどんな風に思われました全く思わなかったですね思わなかったですいや 無理だと思いましたあのやっぱりあのイラクの場合私はイラクしか知らないけれども、うん、あの駆けつけ警護って言うけれども駆けつけるまでのところにその非戦闘地域のように見えるような例えば治安の維持をしている検問所とかなんかそういうあのところがすごく危険だし、うん、あのそんなところであの、うん、要するに狙われるしそこで結局戦闘見たくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思いますし、うんまあ、当時は全然そんなこと思いもしませんでしたそんなことは、はい、あの、現に戦闘が行われていない地域であれば後方支援ができるというこの考え方っていうのは高藤さんからご覧になったらどうなんですかじゃあいやそれはちょっと無理なのであの、うん、今申し上げた通りその例えば検問所っていうところが一番こうそういうなんていうんですか米軍の兵士もたくさん死んでるのは検問所だったりそれからその車列ですよね移動してる時の車列が狙われるっていうのはよくあることで、うん、あのこういったそのなんていうんですかあの戦闘してるとかしてないとかじゃなくて、うん、もうイラクの要するに対テロ戦争の中ではもうどこもかしこも何が起きるかわからないっていうで一部起きるかもしれないしマーケットで起きるかもしれないバスターミナル起きるかもしれないでもやっぱり狙われる一番多く狙われるのは検問所とか車列とか要するにそういう 軍の関係のところそれから基地にこう打ち込まれたりとかそういう感じもあるので、まあ、基地の中でさえ狙われたりするとすれば安全なところっていうのはうん、逆にないというかあの逆にその戦闘体制というか何ですかそういう武装した状況になった方がすごくターゲット見たくなっちゃいますよね、うんうんまあ、要するに一体化さ敵から見たら一体化してしまうわけですよねあもし米軍と一緒ってことになればそれは もちろんそうだし武装勢力側にしてみれば百戦錬磨の米兵を狙うよりはやっぱり、うんうん、自衛隊をそこに両方がいたならそっち自衛隊の方が絶対狙われると思いますけど、うんうん、で後方支援といってもやっぱりその兵隊の要するに輸送車とかそういったところもいっぱい狙われているのはもう数限りなくありますので、うん、あの後方支援だからといって安全というわけでもないし、うん、何かがあったから撤退するっていうことはちょっと現実的にはちょっと難しいんではないかなというふうに思います、うん常岡さんはあのラジオネームたぬきわんわんさんという方の質問でね、はい自衛隊 の、まあ、あの活動が広がることによって今後常岡さんのような人質事件が起きた場合、はい、人質がより危険になるってことはないですかと聞いてらっしゃいますがあの僕自身は、5ヶ月間捕まっている時に一番怖かったのは、アメリカ軍がやってきちゃったらどうしようということでしたですね。あの助けてくれる存在としてアメリカ軍は思わないんですか？まず救出作戦はないとは思ってましたけれども、うん、アメリカ独自の都合でなんか来ちゃうってこともあるかもしれないなと、うん、そういう場合に真っ先に人質は殺されるだろうなと思いましたですね、うん、でそういうもんですか？
だと思いますよ。で、まずアメリカ軍が人質を助け出せたことはほとんどありませんのでですね、ほっとけば僕はそれなりに犯人グループと自分で交渉はしてましたので、時間を稼ぐことでどんどん状況は有利にできるという感触は持っていたんですが、それを台無しにされてしまったらどうしようということは考えてましたですね。今回 の, その安保法制でね、はい、法人の、例えば NPO の方、あるいはジャーナリストの方が、どっかに拘束されてしまう、だたまたま近くに自衛隊がいたら助けに行くんだと、行けるようにするんだというのが安倍総理のお考えですけど、これ現実的にこういうことというのはあり得るんですか？どれぐらいあり得るんですか？その誰かが拘束されて、たまたま自衛隊が、すぐ助けられる状況があるような、それほど間抜けな誘拐事件は普通はないと思うんですが、でもし来たとしても、そこでやっぱり巻き込まれますよね。たまたまいるから助けに行ってあげようじゃなくて、作戦を立てて、敵の側にどんな7人ぐらいの見張りがいて、それをまず倒してっていう、そういう作戦立てなきゃいけないので、たまたまで人質助けられたらそんなおめでたい話はないですね。じゃあなんで安倍総理はこのような例を出されるんですか？いや知らないんでしょうね。現実を想像もできないんでしょうね。実際の、現場っていうのはそんなもんじゃないってことですか？それともう一つは、まず自衛隊をアメリカ軍に協力させたいという、それが 先立っていて、本当は邦人を助けるというのは何らかの理由を作りたいということなのじゃないかなと思いますね。実績作りに人質という名目を後でつけたということかもありませんね。そうですね。この邦人を助けたいっていう言葉はとても私は言葉として強い力を持つと思うのでね、皆さんの心を動かす言葉ではないかと思うんですけどね。本当に邦人を助けたかったら、後藤さんや湯川さんのケースでもう少しできたことはあったんではないかなと思いますがね。だけど検証委員会の報告を見てもほとんど政府は何もしてませんよね。いや本当に何もしてません。僕は湯川さんのケースではかなり内容を知ってますから、本当に政府が妨害だけをしたっていうことしか、を知ってますね。高藤さんはいかがですか？この、邦人を助けるためだというこの理論について。当時その私はその囚われてる時はそこまで考えてなかったって言いましたけど、例えば家族その東京でその待機してた人たちなんかは米軍が入ったらっていうそのことはすごく心配してたと。心配でしたか。で逆にその家族は何度もうちの家族が流れた兄弟が流れたと、わーって泣いたり激高してる場面あるじゃないですか。あれって当時の外務大臣に米軍に突入をお願いするみたいな話をされた時に、それだけはやめてくれって言って怒ったところが何十回も流れてたんですよね。だから家族としてはその米軍がその常子さんが今おっしゃったようにわーってこう人質救出みたいな感じで入ったりとか、適当な感じで入ってこられると怖いっていうのはこっち側の家族やその東京で待機してた人たちの間にはすごくその不安が懸念があったみたいですね。なるほど。貴重なお話を今日いただいてありがとうございました。ジャーナリストの常岡光介さん、そしてイラク支援ボランティアの高藤直子さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。